ブレッシュネーデラシネンシスは、アカニアかブレッシュネーデラ族の高木であり、同族のただ一つの種である。ブレッシュネーデラという学名は、バルトドイツ人の中国学者にして、植物学者であるエミール・ブレット・シュナイバーの名をもとに命名された。高さ10メートルから20メートル、直径15センチメートルから35センチメートルになる。落葉性で、鵜状複葉を持つ。 傭兵は10センチメートルから25センチメートル相乗果樹の長さは20センチメートルから30センチメートルで白から薄いピンクの左右対称の五弁花を20個以上つける花弁の長さは2.5センチメートル幅1.5センチメートルお寿司べは8本で付け根付近に密線があり脂肪は三振側で角質に胚出が2個ある果実は縦に裂ける果てで 種子はオレンジ色、直径1センチメートル程度。カラシアブラハイ島体を含む。中国南部からベトナム北部にかけての標高を500メートルから1500メートル程度の山間部で見られるが、生息地の喪失により絶滅の危機に瀕している。台湾やタイ北部にも見られる。台湾やタイの生息地は、比較的近年に発見されたため、ラオスやミャンマーでも発見される可能性がある。 台湾では1981年に北部の山間部で発見され、それ以降この樹木の研究が進んだ。分類学的にはブレッシュネーデラ族の位置づけははっきりしておらず、これまでに以下のようなトガと関連づけて論じられてきた。この植物だけでブレッシュネーデラ科として分類されたこともある。またムクロジカに含まれていたアカニアとの類縁が強いとして本族と合わせて、 赤に赤とする説もある。ありがとうございます。